絞れてますね。皆さんどうですこれ。いいですか。ところで宮川くんが今何キロ落ちたって言ったっけ。今10キロぐらい落ちた。10キロでしょ。でどんなもの食べてるかもう絶対気になるじゃん。ちょっとトシさんこれカメラ持ってて、はい、回してくれる。さあこれ見てトシちゃん、どんなもの食べてるか。あ、今日は見せてくれるんですか。そう、見せてくれる。今日特別に、はい、これが一食分です。ちょっと見せて。なんか何それ。玄米と、これ玄米層に3層になってるらしいさ。下から映ってる。卵が引いてあって、鶏の胸肉が引いてあって、鶏の胸肉と玄米が3層にあって、で味付けが、生姜醤油です。生姜醤油だのみです。で玄米が 100g。 100g。 これが1食。1食です。これを3回。さあこれ4回っす。4回だって。ちょっと待って、今普通ご飯だったんだけどね。これでこれでカロリーが480カロリーぐらいです。あ、そうですか。でタンパク質が 30g、 カーボが30の、油が10から20ぐらいです。たまたま私食べてたんだけど、鶏のささみのこれ醤油と、あの、だし、それにこれは、ブロッコリー、はい、これを今食べてる。似てるっすね、でも。いや、全然私の方が美味しそうだよね。色は似てますけど。色そうっすか、私こんなもん食べてます。こんなもんです。これを何、3回と、これ3、4回ですね。3、4回食べて、オートミール。卵は何個って。卵これ1つです、今。卵全卵1個。全卵1個。で鶏の胸肉、胸肉が何グラム。これ120ぐらい。120グラムっていうと1枚の半分ぐらい。半分ぐらいですね。そして玄米が100グラム。でタンパク質30ちょいぐらい入ってる。でこれを1日に3、4回、3、4時間空けて。そうですね。そしてその間にじゃあプロテインを2回ぐらい。プロテイン2回で、あと寝る前にオートミールを30グラム取るだけ。そうです。それが1日の全部食事。全部トータルで2400。それで皆さんこれっすよ、これっすよ。それで皆さんこれっすよ。何ヶ月で10キロしたっけ。そうですね、3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月で10キロだよ。これ皆さんこれですよ。おすすめ、はい、おすすめ、ね、ぜひ。味はちょっと私的にはまずいんじゃないかなと思ってるんだけど。まあ痩せるにはしょうがないですね。あの生姜とお醤油の味だけでしょ。だけです。それでも醤油と生姜の味じゃ結構あるんじゃないですか。そうです。あとは玄米の味だけですね。はい、発芽玄米を炊いて。そうですね、手作りだった。手作りで、はいはいはい、これは勉強になります。ぜひ、はい、よかった、トシさん、はい、皆さん参考にお願いいたします、はい、でトシさんも、まあ、あと2ヶ月で試合大会じゃんね、はい、ちょっと抜いてみたら。はい、じゃあやっぱさ、ほら、はい、あのこっからビフォーアフターで、あ、いいっすね、2ヶ月でどうなるかねえ、トシさん、今度気合入るから。そうですね、うん、だってこれで腹筋が出るか出ないで、出る大会の種目は変わっちゃうんだから。それはでかいですね、うん、だって腹筋が出なかったらタンクトップを着る部門にしか出させてもらえないっていう。そう、出させてもらえないっていうか、私がそう言ってたんだけど、はい、今こういうな、ちょっと逆光かな、今こんないう現状じゃんね、はい、こういう感じ。これで今ちょっと食事を今気をつけてるわけだから、こっから腹筋がどう割れてくるかね、トシさん、はい、胸はだいぶいいもんね、はい、ねえ、あと腹筋ね、はい、そう、これ頑張ろう、トシさん、頑張ります。はい、玄米食べて頑張ります。頑張りましょう。、はい、いいね、いいよ、いい。あ、
たー、見てこれ、頑張ってる。減量中なのに。カメラ回ってるからちょっと頑張っちゃったじゃないですか。いや、いつも頑張ってる。いつも頑張ってるよ。頑張ってます。お父さんも頑張りを。お父さんも頑張りを。寒いですね。寒いです。めっちゃ疲れてないですよ。寒いです。もう少しやしてる。はい。はい。30分しかない。やべえね。クレープ屋さん来てるしさ地獄絵図みたいな感じになっちゃってるけども、カーボ一気に減らしたじゃないですか、うん、とんでもないとこ来ました。いや、カーボ一気に目の前に来てますクレープ屋さん、協力だ、なんか協力一覧もなくなったんで、うまくいった感じないか、トレーニング一緒クレープとか熱量だったら、もうハタハタしちゃったよ、もうそれ、トレちょうど選手3人です。ちょうど選手3人。今までは取りすぎてたのかもしれないですね。280ぐらいで。お疲れ様です。お疲れ様でした。ノリさんダメだよ、クレープ食べちゃ。ダメだよ。2000じゃ落ちんじゃないですか。やばいっす、だって2日で 1.5 キロ。落ちすぎっすね。やばい。落ちすぎっすね。下痢でもないのに。2日で、ね、だから基礎代謝はっていうか、あれは2000じゃないですか、2000メンテナンスカロリーいくつでしたっけ、2000
一番最初にやったのは3500スタート。そんなあるんすか。3500スタート。じゃあ落ちますね。で、2800ぐらいで粘ってて、もう無理だと思って。今2000ぐらい。今2000ぐらいです。こんな可能なカメラ回ってるもしかして、うん、カメラ回ってる気入っちゃうんすよね。なんでやねん。前歩いて上げて上げて、ゆっくり下げる、つくぐらいまで。はい。今度こっち出したらやんないとね。さっきこっち出しできなくなっちゃってたから。今度やる。うん。上まで上げてよ。上げる。ゆっくり下げて。そうそうそう。トッちゃんもこれやってる？やってます。うん。これは減量進むからね。あ、そうですか。あー、これは進むよ。きついから。やってみ、トッちゃん。やってみ。いいよ、これ果たしたからね。いいよ。すみません。合ってるかどうか、ちょっとフォームが。これ、自分の高さとは違う。ちょっと回してて。大丈夫？大丈夫？お腹をつけない。つけない。つけない。こう。うん、お腹はね、ちょっと触るくらい、お腹は。はい。膝とお腹は浮かすほとんど。お腹ほとんど浮かして。はい。お腹結構ついちゃってるじゃん。ちょっと待って、一個下げよう。はい、いいよ。足で支える、足で。はい、はい、もっと上、もっと上、もっと上。いや、はい、ゆっくり下げて、ゆっくり下げて。はい、上げる。すっごい大電球。ああ、見てこう。うわ、ほら、ほんとすごい。うわ、もっと上がんない。うわ、上に上に。うー、どうした、もっとこっちか。お腹をつける。もっとこっち、ここかな。はい。前行き過ぎ。ぐー。そう。ぐー。はい、反対なし。ぐー。前行き過ぎだって。うん。そこ。うー。はい。上げる上に。うー。もっと上に上げて。ぐー。はい。うー。後ろに蹴るっていうか、上に上げ、上に上げる。上がんないね、トシちゃん。そうっすね。上に上がんないね、トシちゃんは。え、トシちゃん、息が悪いよ、これ。ちょ、トシちゃん、見てみ。トシちゃんの身長そんな変わんないから、トシちゃん。はい。こっから、こう。自分の位置が悪いのかな。いや、どうっすかね。足の位置が。それか、足が極端に短いのか。短いかもしれない。そんな短くないな、うん、足の位置が悪かった。足の位置合ってましたけど。合ってたね。合ってたと思います。だって上げるだったら同じ軌道に行くはずなんですよ。もうちょっと足ピンと伸ばすイメージですよね。うん、短くない。短いのかな。それかもうちょっと下かっすよね。こっち行かっすよね。うん、体がもうちょっと、それじゃ余計おかしい。体がもうちょっとあのこっちに、そう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 、で、あー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 、それだそれだ、そう、これちょっと上来すぎてたんですよね。そうだ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 。じゃあ宮川くんもそうじゃん。じゃあ宮川くんもそうじゃん。すげえ足上がってないもん。黒いな、なんか馬みたい。あーあー、何ですか。あれやってないから。ああ、すごい足上がってるで。あの後こんな近くない。なんか馬みたいだけど、その馬の黒さ。馬みたい。そうですね。ケツ、ここ上げてもこの大電筋すごい、ここ。いい。いい。ケツ。さっきより全然上がってる。上がってる上がってる。馬じゃん。上がってる、天井つきそうだぜ。すごいすごいすごい。黒いね。馬みたい。馬みたい。これやったぞ。力入んないですよ。
そういうことだね。馬でした。馬でした。めり込ましてまっすぐでダメになったらガニ股と内股ね、はい、少ないじゃん。すげえうまいっすよ。誰でも食べれば痩せられますからね、これ。美味しい、本当にそれ。すごいうまいっすよ。これぞ原料飯ですよね、ほら。本当に美味しいの？めっちゃうまいっすよ。やばいっすよ、これ。鶏肉じゃないっすもん、これ。どう見ても鶏肉だしね。おお、見てくださいよこれ。で、自分で作ったの。うん、めっちゃうまい。で、痩せる。痩せる。腹いっぱいになるし。なんのそれで。結構がっつりっすよ。怖いわ。あっという間に終わっちゃうじゃん、そんなの。終わっちゃうっすよ。それで平気なの、もう。全然大丈夫。すごいね。まあ、言うてみたらチャーハンだよね。チャーハンっすね、軽い。油が全くないチャーハンっすね。美味しい。美味しいです。すごいね。でもラーメンとかうまいんじゃないですか。で、もれなく痩せる。もれなく痩せる。世の中の太ってる人はもうこれ食べりゃいいじゃん。宮川飯。宮川飯。ねえ。うん。誰も作れる。3ヶ月10キロ。3ヶ月で10キロ。楽勝。楽勝。これさえ食べれば。うん。お腹いっぱいになる。終わっちゃったじゃん、もう。ごちそうさまでした。うーわー。終わっちゃった。終わっちゃったもう。あー、終わっちゃった。走ってる、走ってる。頑張ってるねー。あれちょっと遅くない速度。じゃあね、足がつりそう。足やったからさっき走ってたんですけど、うん、足つってねできないからね、これでやった。キット80だぜ。常に80をキープしてる。キットつらないかな。80いけないぜ。なのに平然と漫画本読みながら80キープ。足だけ動いてる。あの子80って結構早いっすよ。そう、80キープ、ずーっと80。ここ、こんぐらい。もっと80、80、80、切らないもん、あの子。こう、ずっと80。それでね、平然とした顔で漫画本読んでる。やばくない？やばいっすね。さすがそれを40分。ただね、無駄が多いっす、やっぱ無駄が多いだって。なんか、ここがね、つったり、こう、痛いってことは、筋肉使っちゃってるんだよね。あー、筋肉使っちゃってるだって。足の疲労感ゼロだって。あ、ゼロ？うん。マジで？じゃないと、80から90で40分もこげないもん。無理っすよ、多分。うん、足の疲労感ゼロだって。私は足パンパンになっちゃうさ。え、だって俺も足もうパンパンすもしたのか、うん、したらね、ね、そしたら全然足の疲労感なんてないだって。嘘、ほんとだから、うまいだよ。すごいっすね。毎日やるけど、別に足が疲れてるとかないだって。それはない。
もう一回いくかも。来た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 。3回。1、2、よっしゃ。すげえな。はい、減量中のキット君でした。